久保さん今回あのマー,マーティン・ルーサー・キング・ジュニアにさんにしましょうか。長えな,もし飛べない。もし飛べないなら走ればいい。走れないなら歩けばいい。歩けないんであれば張っていけばいい。何があっても前に進,めつつ進み続けなければならないのですと。<laughs> 飛べないなら走ればいい。走れないなら歩けばいい。歩けないなら入ればいいっていうね。 <laughs> とにかく<笑><笑>まあだからまあこのことから何が言えるかっていうとまあ、どんな形でもできるよねとうんいうことですよね。だからいけないく、あの、その以前ですね、ある、その、なんか僕、なんかカメラ回してて、あるな、なんか先生だったかなあの本の著者の人 本の著者の人をプロデュースしてた時に、その,なんかその,、まあ、その話で、ね、なんかその出版記念パーティーみたいなのがあったんですよ。で、まああの、その時に出版記念パーティーがあったんだけども、台風が来ちゃって、で、なんか連絡がすごい来たらしいんですよ。台風で行けませんと。台風で行けませんって言ってね。だけど、来る人は来る、来たらしいんですね。 で来た人たちっていうのはどういう人なのかっていうと、あのもう成功してる結果出てる人は来たらしいんですね。要は、そのまあ、飛行機がダメだったらバスで来る、バスでダメだったら電車で来るみたいな、なんかその、そんな感じで来たらしいんですね。<そう> <laughs> で、その話をしてて、あのまとめはなんつってたかな、ちょっとうる覚えですけど、なんかそんな感じで言ってたんですよ。 僕はだから,かだからかそ,その話をちょろっと、まああのー、印象深かったのがやっぱ結果が出る人稼いでる人っていうのはやっぱその手段とか目的はあのー、どうでもよくて絶対行く絶対行くんだったら行くっていうことですよね、うん、だけど結果が出てない人はな何かを理由にして行けませんみたいな話で、うん、だから台風でじゃあ雨でもタクシーでもタクシーでも行けみたいな話で <laughs> うん 手段は、まあ関係ないんですよね。うん、関係ないって言ったら語弊があるかもしれないですけど、うん、なんか、目的達成のためだったら、あのもちろんその犯罪はねあの、警察に捕まるんで、その犯罪はちょっとあれですけども、別にその、いろいろあるわけじゃないですか。か例えば、 久保さんの事例で言うならばマージャン店やってたんだけどもマージャン店とは全く違う手段ですよねネットビジネスなんていうのは <laughs> 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 例えばその横展開するんだったらじゃあマージャン店がダメだったから何だろうな何すかうーんまあ飲食店ですかまあねキャ、あのー、久保さんキャバクラも行ってたことあるって言ってたんでそのキャバクラのオーナーとかね その店舗ビジネスですよね。うん。でも、ま、全く手段違いますよね。ネット、ビジネスって。<laughs> <laughs> うん。まあ、だから、手段を変えればいいっていう、ただそれだけですよね。それがダメだったらこっち、こっちがダメだ。麻雀店がダメだったらネットみたいな。でも、やったことないけどね。<laughs> 全く、あの、やったことないけど。うん。うはい。いってらっしゃい。